江戸城でございます。まあ、昔は、イ康公をはじめ、十五代将軍様のお住まいでございます。今は、天皇陛下のお住まいでございます。こちらは、えー、桜田門の外でございますね。イーナオ公がやられた桜田門街の辺ってのはここであったんでしょうか。えー、この江戸城は、大体外周が5キロで、今も皆さんジョギングをして、えー、憩いの場所でございます。私も学生時代には、えー、着替えまして、ジョギングスタイルで、えー、ここ走った覚えがございます。 え門にはですね桜田門の他にはえ大手門それから田安門え清水門そして半蔵門と色々まああるんですけどもそれでも中に入れるのはこの桜田門だけでございますえここは桜田門の中でございますえこれ見ていただきますとこの石垣これ素晴らしい作りですね大きな石をもう長方形にきちっと切ってそれでほとんど隙間がないように作っている江戸の文化また日本の文化だなと 建造物にいたしましても石垣お堀にいたしましてもいいものを残してくれたなとこういう気持ちでいっぱいでございます。